浜崎選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりましたが、現在の心境はいかがでしょうか？そうですね、単純にワクワクしてますし、すごい楽しみです。ありがとうございます。先日、公開練習をされまして、その時に今回のテーマをしっかり自分から守りに入らないように攻め続けるとおっしゃっていましたが、こうそれはいつもよりもアグレッシブな浜崎選手を見れると期待してもよろしいでしょうか？そうですね、まあ、いつもその気持ちではいるんですけど、まあ、あえてテーマを上げるならそこかなっていう感じですかね。しっかり攻め続けたいと思います。ありがとうございます。それでは、改めてになるんですが、対戦するパク選手の印象というのを教えていただけますか？そうですね、ストライカーのイメージが強いと思うんですけど、しっかり寝技もできるし、まあ、トータルでやっぱり強い印象です。ありがとうございます。今回そのトーナメント2回戦となるんですけれども、やはりこうトーナメントというところの戦い方っていうのは、いつもの、ワンマッチとは違う部分あったりしますか？意識するところありますか？いや、私は本当に全く変わらないですね。普通のワンマッチと同じようにしっかり勝ちに行きたいと思います。ありがとうございます。それでは今回ご自身でどんな試合の展開になるとイメージしておりますでしょうか？そうですね、まあ、まあ、打撃でもしっかり打ち合いたいという気持ちがあるんで、まあ、総合格闘技をしたいですね。まあ、打撃でも打ち合いながらしっかり寝技もできるというところをしっかり見てもらいたいです。ありがとうございます。また前回はいつもと違う真っ赤なコスチュームで出場されてたと思うんですけども、今回またコスチュームというのは何か秘密なのか、それとも少しヒントを教えていただけるなら教えていただきたいです。色が毎回変えてもらってるんですけど、今回はちょっと明るいというかネイビーに蛍光のイエローの縁のちょっと明るめの色にしてます。そういうコスチュームって毎回何かイメージをされて発注というか注文してるんでしょうか？ホーリーシットさんがいろいろ考えてくれて作っていただいてます。はい、わかりました。ではそちらも楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。それでは続いて、東京ヘッドラインさんご質問お願いよろしいでしょうか？よろしくお願いします。お願いします。パクシン選手についてなんですが、レーナ選手からとか、レーナ選手とそういう話をしたことはありますか？パクシン選手に、この間、練習で会った時にその話に ならなくて、普通に忘れてて一切話はしてないですね。パク選手については。聞こうと思ってたのに忘れちゃったんですか？いや、何も聞こうとは思ってないんですけど、ちょっと払そうかなとは思ったんですけど、忘れてました、普通に。なるほど。はい、ちょっと試合とはちょっと考えますけど、5回練習の時に、なんか未だにこう成長し続けた時間があるというお話をされてたと思うんですが、まあ、ちょっとあえて言うと、この年齢にしてまだ未だに成長し続けられるっていう秘訣みたいなのっていうのは自分で。秘訣というか、私がちょっと今まであんまりこう頭を使って練習してこなかったというか、淡々と練習してきたのを少しやっぱり考えるようになってからは、やっぱ少し成長のスピードが違うなっていうふうには思いましたね。その辺は、まあ、伊沢選手に気づかされたということですか？そうですね、やっぱ負けてからですかね、そう考えるようになったのは、まあそうとも言うと思います。ちなみになんですけど、これ多分ここ、まあ、トーナメントなので先の話をしてもいいのかなと思うんですが、決勝で大晦日になる、大晦日で決勝なんですが、例えばこれ伊沢選手との3度目の対戦は、まあ、可能性としてはメインっていう可能性だってゼロじゃないと思うんですが、例えばそのメインに向けてこの試合でやっぱりこう見せなければいけないものとかっていうのを自分の中だったりしますか？それはちょっと例えば坂口さんとかファンに対する説得力というかアピールみたいなものとして、まあ、それはもうフィニッシュで決めることかなと思ってますね。だから1本 KO でしっかり勝てればやっぱり次にもつながると思いますし、まあ、狙ってはいきたいと思ってます。それは伊沢選手にも自分に1本で上がってこいよっていう意味も含めて、自分も勝つ1本だから伊沢選手に1本で上がってきてくれないと困るよっていう意味合いもありますかね？いや、全くそこはないですね。とにかく私は1本で勝つと。そうですね、はい、あんまり反対のことは気にしてないです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて、ゴンカクさん、ご質問お願いできますでしょうか？はい、大体聞かれてしまったんですけど、2戦目の
伊沢選手との試合が以降、あの体が変わってるちょっと感じたんですけど、本当ですか、フィジカルがこう強化された成果が出てきたとか、そういったことはあったりするんでしょうか。むしろちょっと筋トレの頻度減らしてはいて、はい、まあ、減量の仕方もなんかあんまりこうその時によって違うんであれですけど、練習でですかね多分練習で、はい、スパーリングあんまりこうフィジカル的にはそんなに変わってないかなと、はい、今この今回のスーパーライジンとライジンの生シリーズの方なので、エキシビジョンマッチがすごく注目が集まっている、うん、そういう状況の中で、あのグランプリ最大の山とも思われるこのカードを戦うことについて、あのもっとこちらに注目してほしいと、そういう気持ちもありますか。いや、やっぱ私も注目してるんで、そっちのエキシビジョン楽しみにしてるんであれですけどそうですね、まあ、それに負けないようにというか、はい、こっちの試合見てもらって、やっぱグランプリもすごい楽しみというか、その決勝も楽しみだなと思ってもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ちなみに浜崎選手は今回のエキシビジョンどのような試合になると認識してますか。全然もう想像もできないですけど、ね、一発でも当ててもらえたらやっぱ盛り上がるかなっていう、普通にファン目線で思いますけどその試合までは、まあ、ファン目線でご覧になってからスイッチ切り替えて試合に挑むという感じですか。そうですね、そうですね、でもそうなると思います。はい、わかりました、ありがとうございます。その他ご質問追加で、はい、その件の追加なんですけど、要はそのエキシビション戦が昼間行われるわけじゃないですか、はい、でその後に自分が試合するのって、先ほど の, そのお客さんインパクトを起こすという意味では、うん、その1回山が来た後にもう1回メインというところなので、うん、はい、結構難しい環境と戦うのかなと思うんですけど、うん、そのあたりってなんかこう、うん、難しさとか何か思うとかあったりします。そこまでその意識っていうのは全くしてないですけど、しっかりこうね、盛り上げなきゃなっていう気持ちはやっぱ持って試合に臨みたいと思います。うん、まあ、なんかそのある意味ではメインの一発あるみたいな、昼のメインが負けられないみたいな、うん、対抗心っていうのはそんなないですけど、はい、そうですね、盛り上げたいなとは思います。はい、同じぐらいは盛り上げて、はい、お願いします。